ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。超技術やオーバーテクノロジーと呼ばれた、とんでもない技術の数々は、今現在の技術力をもってしても、届かないものも多くあるんだぜ。話としては興味深く聞いているけど、よくよく考えたらすごく不思議だわ。だって、科学技術や文明の発展度を考えたら、どう考えても今の方がすごいもの作れるはずじゃない。でも、そのオーバーテクノロジーの再現すらできないことも多いのよね。ああ、今となっては失われてしまった古代の技術もかなり多いからな。どうしてそんなものがあったのか、なんで消えてしまったのか疑問は尽きないわ。そんな常識外れのオーバーテクノロジーたちについて、今日は話していこうと思う。それは興味深いわね、楽しみだわ。それでは今日もゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのがローマンコンクリートだ。コンクリート？古代の技術の紹介で？古代ローマは今でも多くの人々を魅了してやまず、その遺跡たちは有名な観光地として知られている。中でも有名なところといえば、ローマの名所でしょ？コロッセオとか？それから、古代ローマの神殿パンテオンも有名だな。それらの建造物は実はローマンコンクリートと呼ばれたローマ時代のコンクリートという、オーバーテクノロジーが使われているんだぜ。古代ローマの時代にコンクリートってあるの？あんなの現代科学の結晶って感じがするんだけど、実はコンクリートの歴史はかなり古いんだ。もっと時代を遡れば古代エジプトの時代から同じようなものが使われていたんだぜ。だが、コンクリートって最近の技術じゃないの？という霊夢の感覚もまた間違ってはない。古くから存在していたけど、最近のものという感覚も正しいってどういうこと？古代ローマ時代が終わると同時に、大規模な建築物に使われるのが、コンクリートではなくて石になってくる。コンクリート作りの建物の時代が一旦終わるのね。その後、再びコンクリートが建築材として用いられるようになってくるのが、13世紀も時代を経た産業革命以降のことなんだ。古代ローマから産業革命まで飛ぶの？産業革命って19世紀くらいのことよね。確かに、古代に使われていたことを知らなければ、最近の技術だって思ってしまっても仕方ないわ。それにローマンコンクリートが優れているのはその強度なんだぜ。強度？頑丈さってこと？今でもコロッセオやパンテオンが残り、観光地として活躍していることからわかる通り、ローマンコンクリートは長年の風に頼る強度を誇っているんだ。確かに、何千年も前の建物がちゃんと立ってるわ。実に2000年もの間、その強度を保っているわけだが、今のコンクリートの耐用年数は長くて100年そこそこだ。何倍も何十倍も頑丈なコンクリートを、古代ローマ人は使いこなしていたということだな。どうやったらそんなに頑丈なコンクリートを作れるのかしら？その謎が解かれたのは割と最近、2017年のことだったんだぜ。本当に最近じゃない。アメリカエネルギー省のローレンス・バークレイ研究所。そこに所属する研究チームが行った解析から、驚くべき事実が明らかになるんだ。ローマンコンクリートの主な原料は、火山灰に石灰、海水なんだが、それらが化学反応を起こしているというんだぜ。それがとんでもない強度の鍵ってことね。コンクリート内で、相乗鉱物トバモライト結晶が作り続けられているのがその理由だったんだな。続けられているって、現在進行形の話なの？なんとローマンコンクリートは、ずっと強度を保ち続けているだけじゃなく、年々その強度を増していっているんだ。え？だんだん頑丈になっていってるの。だからこそ2000年もそこに立っていられるのね。それから、マサチューセッツ工科大学の国際的な研究チームはローマンコンクリートの、石灰クラストと呼ばれる、小さな石灰の塊に着目したんだ。そんなの昔の人が作ってるんだから、ちょっとダマになることだってあるわよ。私たちだってお菓子を作るときとか、綺麗に混ぜるのなんて難しいじゃない。今は電動のかき混ぜる機械があるけど、昔はそうじゃないからダマができた。もちろん、その推測もされたんだぜ。以前は低品質な原料を使ってしまったり、混ぜ方が甘かったりしたことで、ダマができてしまったんだと考えられていた。それがシンプルだし自然な考えだと思うわ。だけど果たしてそうなんだろうか？どういうこと？ローマ人が長い時間をかけて最適化したレシピで作られたコンクリートなんだぜ。第一段階と言っても過言ではない、綺麗によく混ぜるという工程で手を抜くか？いいものを作ろうと思ったら、まず第一に気をつけることではあるわよね。しっかり綺麗に混ぜましょうって。つまり、石灰の塊ができるのには何か意味があるということだと考えた。石灰クラストにフォーカスして、彼らは様々な分析を行ったんだぜ。そこであることが明らかになった。あること？ずっとローマンコンクリートには小石灰、水酸化カルシウムが使われていると考えられていたが、実際のところは正石灰、酸化カルシウム、あるいは小石灰と正石灰の両方が使われていたんだ。その違いって大事なの？すごく大事なんだぜ。小石灰ではなく正石灰を使用したことで、発熱反応が起こる。これによるホットミキシングが、ローマンコンクリートの強度の鍵になっていたんだ。その、ホットミキシング？が起きると何がいいの？
生石灰を用いてこの反応が起こることで、小石灰を使った時には起こらない化学反応が起こる。すると、高温に関連した化合物が化学反応によって生成されるんだ。加えて、高温になると全ての反応が促進されるから、硬化や凝結の時間もぐっと短縮されるんだぜ。なるほど、スピーディーに建設できるようになるのね。それから、これはまだ仮説の段階なんだが、混合の過程で石灰クラストが脆いナノ粒子構造になり、これがあるおかげでローマンコンクリートは、自己修復能力を持つに至っているとされている。コンクリートが自己修復するの？ああ、石灰クラスト由来のナノ粒子構造が、水と反応して炭酸カルシウムとして再結晶。そのおかげで亀裂を埋めたり強度を上げたりできていると考えられているんだぜ。これだけ頑丈なコンクリートだったら、私たちも建築に使えたらいいのに。だが、残念なことにローマンコンクリートの技術は、古代ローマ時代の終わりとともに大規模建築で使われなくなってしまうんだ。そこで一度途絶えてしまったのね。そのタイミングで何か大事件でもあったの？どうしてローマンコンクリートの技術が失われたのか？それはまだよくわかっていないんだぜ。あ、実は当時はそんなにすごい技術だと思われてなくて、技術の伝承もなあなあになっちゃったとか？確かに古代ローマの時代ではその強度に革新があって使われていたわけではないと、そう考えている研究者もいるんだが、もし本当に古代ローマ人がそう考えていたとしたら、神殿であるパンテオンとかコロッセオみたいな大規模建築に利用したのか疑問が残る。それもそうよね。そこまで信頼がおける建材だと思ってないなら、時代的に考えても石造建築になっていたはずだ。化学反応とかまで理解してたかは置いといて、こうすれば強いコンクリートが作れるって、かなり理解して研究を重ねて使ってたってこと？そんなにすごいテクノロジーを持ってたの？古代ローマには光の角度によって変色する、ユクルゴスの聖杯というものが作られている。これも色が変わる仕組みというのは現代のナノテクノロジーレベルの仕掛けが、使われていることがわかっているんだぜ。え？古代ローマ人ってそんなにすごい技術力の持ち主たちだったの？古代ローマには現在の技術と並ぶ、あるいはそれ以上の超技術が存在していたということだ。そう考えるとローマンコンクリートも、革新を伴った技術としてあったのかもしれない。ちょっと世界史で習った古代ローマのイメージから、変えないといけないかもしれないわね。そんなに高度な技術を持った人たちだとは正直思っていなかったわ。さて、技術や進歩の過程では時に大きな壁にぶつかることがある。その壁を従来にはなかった方法で突破することをブレイクスルーと呼んだりするんだぜ。英語の意味そのまま、壁を破壊して通り抜けるって意味よね。産業においては手工業から近代工業へと、ブレイクスルーを果たしたのが産業革命。その鍵となった技術が蒸気機関だったわけだ。ここで大きく時代が変わったことは確かだし、それだけ蒸気機関って画期的で革新的な発明だったのね。ただ、実は蒸気機関がもっと前に誕生していたという説がある。どういうこと？産業革命が起こった18世紀半ばから1800年も前に、蒸気機関はすでに考えられていたということだぜ。それがヘロンの蒸気機関。ヘロンって地名かしら？それとも人の名前？ヘロンはギリシャの哲学者で数学者だった、アレクサンドリアのヘロンという人物だ。彼が生きていた時代については諸説あるが、紀元前2世紀から紀元前1世紀くらいとされている。想像を絶するほど前の人物じゃない。18世紀の発明品だからいいとこ、12世紀にすでにありましたってレベルかと思ったら、紀元前まで遡っちゃうの。ヘロンの蒸気機関はアイオロスの玉とも呼ばれているもので、球体や円柱でできたシンプルな回転体が、一つの軸を中心に回転するというものだ。作り自体は割と単純なのね。回転体には回転する方向と逆向きのノズルが放射状に取り付けられていて、蒸気がノズルから放出される力で水力を生み回転する機構になっている。でも、18世紀の産業革命時に知れ渡った、いわゆる蒸気機関ってこれじゃないわよね。現在の歴史で最初の蒸気機関として広く一般に知られているのは、17世紀に発明されたトマス・セイバリの蒸気機関で、ヘロンの蒸気機関ではないんだぜ。どうして2000年以上も前に蒸気機関を発明していたのに、こんなにも世界に知られてないの？それはヘロンの蒸気機関はあくまで見せ物として使われる程度にとまり、実用的な使い方はされていなかったからと言われている。せっかく動力を生み出せるすごい発明をしたのに、見せ物としてしか使ってなかったってこと？紀元前後に活躍したウィトルウィクスという建築家も、天の法則に潜む神の真理を発見するための科学的発明であると評価しているし、今でもヘロンの蒸気機関は仕組みとしては紀元前2世紀頃から知られていたものと紹介される。だが、こうした通説を覆して蒸気機関が実用化されていたかもしれない痕跡が発見されたんだ。それじゃあ本当は実用化されてたの？でもそれって何千年も前に蒸気機関が実用化されてたのに、どこかで使われなくなって産業革命の頃に再発見されたってことよね？本当に紀元前に実用化なんてされてたの？
そもそもの話なんだが、ヘロンの蒸気機関の発明はヘロンの先人とも言われる、紀元前2世紀頃の発明家クテシビオスの業績に基づいていると言われているんだ。そのクテシビオスっていう人の発明がベースにあるっていうこと？もしくは影響を受けている可能性も大いにある。クテシビオスさんってどんな人だったの？彼についてはまだよくわからないことも多いんだが、鍵盤楽器の祖である水オルガンや、振り子時計が発明されるまで最も正確な時計だったとされるサイフォンの発明をした人物ともされている。本当にガチですごい発明家だったんじゃない？それからクテシビオスの業績を語る上で、絶対に外すことができないのが歯車だ。同時代を生きたアルキメデスとともに、人類初、歯車を道具として実践した人なんだぜ。実は何かの拍子に現代からタイムスリップしちゃった人じゃないわよね？そう思うくらいいろんな発明をしてるよな。さて、ギリシャ、歯車、アルキメデス、そして紀元前2世紀という時代、大パーツに詳しい人だと、これらの単語からピンとくるかもしれない。私はわからないわね。ここから話はアンチキテラトーの機械に続く。アンチキテラトーの機械？これは世界最古の機械とも言われていて、発見当初は紀元前2世紀頃のものである。ということ以外は用途も含めて何もわからなかったんだ。それがつい最近、研究の結果、太陽や月、惑星の運行を誤差3700万分の1の精度で、計測できたものであることが判明したんだぜ。そんなに精密な計測ができたのね。しかも単純に動きを出せるだけではなくて、月の満ち欠けや日食、月食、うるう年の計算に加え、現在存在すら確認できていない惑星まで、予測装置がつけられているんだ。そんなの、完全にオーバーテクノロジーじゃない。一体、こんな機械誰が作ったのよ。この機械はアルキメデスが作ったと言われているが、それはつまりアルキメデスやクテシビオスが生きた。この時代には超技術が存在していた、ということになるんだぜ。そう考えると蒸気機関だって何かしらの実用化がなされていても、全く不思議ではないということよね。ここでもやはり一番の疑問になるのが、アンチキテラ島の機械を生んだ技術や、蒸気機関がなぜロストテクノロジーになってしまったのかということだ。そこにはヘロンが関係していると思われているんだぜ。どういうこと？紀元前から紀元後に移り変わってしばらくすると世界は、キリスト教などをはじめとした宗教を重要視する世界に変わるんだ。それ以降は皆が知るところでもあるだろう、行き過ぎた科学というのは異端視され、徹底排除される時代が長く続くことになる。異端審問にかけられた科学者といえば、有名どころはガリレオ・ガリレイよね。ああ、最後まで地動説を唱え、それでも地球は動いてるという言葉を残した。ここで思い出してほしいのが、ヘロンの蒸気機関の評価なんだぜ。ヘロンの蒸気機関は神の真理を発見するもの、として見せ物にされていた経緯がある。なんとなく話は見えてきたわね。ああ、宗教世界に移り変わってしまった後では、神の力に届かんばかりの科学は封印される。それは見せ物でしかなかったはずで、神の偉大さを証明するものでなければならず、それらは貶められる立ち位置にあった時代だったはずだ。動力として莫大なエネルギーを生み出すものであってはいけなかったのかしらね。ヘロンはあくまで蒸気機関を神の偉大さを示す見せ物として蒸気機関を発表していたんだ。わざと動力としての側面を排除して公にしたんだな。過ぎた科学力は宗教の力を揺らがせ、神様の立場すら怪しくしてしまうから、超技術やそれを主張する人物は徹底的に弾圧する時代があったんだわ。もし、その時代が古代と現代の間にあったとしたら、多くの超技術がロストテクノロジーになってしまっている謎も説明できると思うんだぜ。まあ、あくまで仮説でしかないんだけどな。でもその説明には納得できるわ。すごい技術なんでできることなら使い続けたいし、途中で消えてしまうって意味がわからないもの。一個人では対抗のしようがないほど、強い力が働いたとしか思えないわよね。次は金属の話だ。金属？金属って、鉄とか銅とかってことよね。日本の歴史を紐解いていくと、縄文時代から弥生時代に移行する過程で、文化や生活が格段に進歩していることがわかるんだ。その理由に金属が関係あるってこと？ああ、それまでの石器や木材、土器だけの生活から、金属が利用され始めたことが要因の一つとされている。日本に突然、金属の扱い方が降ってきたわけじゃないわよね。持ち込んだのは誰？大陸から渡ってきた人々が持ち込んだり、加工方法や製造技術を伝えたとされている。金属の登場で生活が急激に良くなったと考えると、ある意味文化における金属の登場って、人類史におけるブレイクスルーとも言えるよな。金属って世界的に見るとどのくらい前から使われているの？今のところ通説では金属の歴史は、紀元前5000年頃のメソポタミア周辺で青銅が使用されていた痕跡が確認されている。この頃には金の加工技術もあったのではないかと考えられているぜ。そんなに昔から使われていたのね。その後、紀元前2000年頃には、トルコ周辺で鉄の製造が始まった。
だが、こういった通説を根本からひっくり返すような、驚くべき発見があったんだ。驚くべき発見？それはクラークスドープの金属球と呼ばれる謎の金属製の球体だ。南アフリカのワンダーストーン銀鉱山で発見された金属球で、直径1から4インチほどで玉の中心を3本の線が走っているという特徴がある。綺麗な球体っぽいのもあるけど、クルミみたいな見た目してるのもあるわね。ちょうど真ん中の線のところで割れそうじゃない？中に入っているのはナッツではなくて、空洞かあるいは線以上のガラスのようなものが詰まっているものの2種類に分けられる。何なのかしら？不思議なものね。この球体の使用用途は全くの不明なんだが、一番の問題はこの球体が発見された場所だ。発見場所って鉱山で発見されてるんだから、土の中に埋まっていたとかそんな感じでしょ？ああ、地面の中から見つかったというのはそうなんだが、地質調査によればこれらが発見された地層は、新しく見積もっても28億年前から30億年前のものなんだ。しかも球体自体の年代測定をしてみても、これが作られたのもそのくらいの年代であるという、測定結果が出てしまっているんだぜ。え？ちょっと理解に苦しむとは思うんだが、分析の結果、そう出たんだから仕方ない。でも数千年前とかじゃなくて、数十億年前っておかしいでしょ。そんなの人類がいないどころか、まだ生物が生物の形してない頃じゃない。地球上初の生命体は38億年前に生まれた、単細胞生物だと言われているしな。カンブリア紀だって5億4000万年前くらいの話だ。やっぱりありえないわ。そんな頃の地球に金属の球体を作れる生物とかいるわけないもの。そうだな、これについて論理的な説明ができている人物は今のところいない。本当の本当に意味不明なオーパーツなんだぜ。ただ、この金属というものについては、そもそもの話として不明点が多すぎるんだ。そうなの？例えば、さっきも言ったように紀元前2000年頃には、すでに金属製品金属加工品は使われていたんだ。この時も自然鉄や隕石由来の鉄である隕鉄を、加工したのではないかと言われているだけあり、製鉄技術や金属加工の技術に関しては、もっと古くからあった可能性が示唆されている。でも、そんな技術、誰がどうやって？そう、そこなんだぜ。誰がどうやってそんな技術をもたらしたのか、それが一番の疑問だと思うんだよな。日本には外国から持ち込まれたわけだけど、ずっと歴史を遡っていくと、一番最初に思いついた人がいないと、おかしなことになってしまうわよね。だけど、金属という概念がなかった人たちに、製鉄するとか考えつけるものなのかしら。それじゃあ、日本に金属が持ち込まれたように、地球に金属やその加工技術が持ち込まれたとしたら？持ち込まれたって、どこから？それはもちろん、地球外からだぜ。シュメール神話ではその昔、アヌンナキと呼ばれる神々が来て、人間を作り、文明を起こしたと言われている。このアヌンナキというのが、地球外生命体のことだとされているんだ。そのアヌンナキたちはどうして地球に？彼らが地球にやってきた目的は、金だったとされている。金？ゴールドが必要だったの？彼らの元いた星、母星を有害な宇宙船から守るために、バリアを建築するのに必要だったんだぜ。そして、クラークスドープの球体が発見された南アフリカというのは世界有数の金の埋蔵地だ。つまり、金属を操る技術力もそうだけど、この球体もまたアヌンナキが、金の採掘のために役割を持って、持ち込まれたものだったかもしれないってこと？その通りなんだぜ。でも、球体型のアイテムって、一体何かしら？アイテム、ガジェットに関しては、外見なんてそんなに重要なものじゃないからな。地球外の全く違う文明が作ったものだとしたら、同じ役割を持つものでも地球のそれとは、全然形が違っても不思議じゃないと思うんだ。鉱山とか採掘で使いそうなものでしょ？ライトとか、有害物質の検知器とか？実は空っぽのものはお弁当箱だったとか？あるいは、バッテリーのような、エネルギーを貯めておくものかもな。お弁当説は置いておくとしても、エネルギー切れしてしまってるとしたら、今は使えないのも納得できると思うんだぜ。いくら異星人の進んだガジェットでも、何億年も経ってたらさすがに壊れてそうだしね。それに、紀元前5000年前に青銅の使用が確認されている。メソポタミアの地もシュメール文明が築かれた土地でもあるし、文明、金属、アヌンナキというのは、不思議なつながりがあることがわかるんだ。もしかして、まだ発見されてないだけで、アヌンナキが残した金属に関する真実が、今後新たに発見されるかもしれないわよね。まだ発見されてないだけというのは、大いに考えうることではあるな。それに謎の球体の用途も、そのうち判明したら面白いと思うわ。それから、かつて地球上にあった謎の文明といえばインカ、マヤ、アステカなど、中南米に多くあるイメージがあるかもしれないが、実は北米大陸にも古代に高度な文明が起こっていた痕跡が発見されているんだぜ。北米に古代文明のイメージはないわね。どこにあったの？まず紹介したいのは、ニューハンプシャー州だな。
それが発見されたのは1872年のこと。メルデスという町の近くにある湖で、工事現場から奇妙な石が発見されたんだぜ。金属玉の次は石？卵形で工芸品を思わせるそれには、とても不思議な模様が描かれていたんだ。正面には人の顔、両サイドにはテントや、トウモロコシなどあらゆる模様が彫られていた。そして、頂点からそこまで貫くように、直径 1.2 ミリの穴が開けられているんだぜ。確かに工芸品みたいな感じだわ。もっと小さかったらお土産屋さんに置いてあってもおかしくなさそうよね。この石なんだが問題はどうやって穴を開けたか、だ。そんなの細長いドリルでブイーン。ってできないわ。そうなんだ、古代の世界にそんな技術が存在するわけがないんだぜ。彫刻された石がいつの時代に作られたのか、まだ諸説ある段階で確実なことは言えないんだが、もしかするとそのモチーフになっているのも、技術を与えたのも地球外生命体かもな。穴の開いた彫刻石って一体何なのかしら？置物？それともお守りとか縁起物系の何か？どうやって作ったのかも気になるけど、これに関しては用途も気になるところだわ。それから、アメリカ大陸最古の文明とされる、オルメカの地に残る遺跡では、巨石人頭像が発見されているんだぜ。巨石人頭像？人の頭の形をした巨大な石像って認識で合ってるかしら？ああ、その通りだな。これは見た目が人類のそれとは少し異なることから、宇宙人を模しているのではないかとも言われている。そういった意味ではさっきの卵型の石との共通点があるとも言えると思うんだ。そういうのって南米に多いのかと思ってたけど、意外と北米にも残されているみたいね。マヤとかアステカが有名すぎるから、あんまり知られていないのかもしれないが、北米にも古代文明の痕跡を思わせる遺跡がいくつも発見されているんだぜ。例を挙げるとすると、イリノイ州にあるカホキア遺跡群。カホキア遺跡？どんな遺跡なの？700年には人が住んでいたことが確認されているんだが、この遺跡を残した文明にいつどんな起源があるのか、ということに関しては不明なままなんだぜ。起こりがわからないというのは気になるわ。古代の研究をしている人にとっては、ままある話なのかもしれないけど、そんな謎だらけのカホキアにあるのが、高さ30メートルもあるピラミッドだ。ピラミッド？ピラミッドといえば一番有名なのは、エジプトにあるギザのピラミッド。それから、南米のマヤ文明のピラミッドを中心に、世界各地で発見されているものなんだぜ。しかも、特に世界中の地球外生命体との接触が疑われる地域で発見されているんだ。火星でもピラミッドは発見されているしな。そんなに遺跡とか謎の物体とか色々発見されているのに、その割には北米大陸の古代文明って有名じゃなくない？それは、当時の北米に文字を使う文化がなかったことが大きいと考えられている。それっぽい痕跡はたくさん発見されるけど、文字情報がないから詳しい記録が、発見されていなかったってことなのね。文字を持たない文明は多々あるけど、北米の文明もそうだったってことかしら。その点に関しても、もしかすると今とは違うコミュニケーション手段を、用いていたから文字が必要なかったのかもな。今とは違うって？例えば、カノアトランティス大陸は、テレパシーのような方法で意思疎通を図っていたそうだ。それから、あまりに情報がないということについて、隠蔽されている可能性もあると思うんだぜ。北米の歴史を隠蔽してどうするの？アメリカ政府や NASA は UFO や宇宙人について、情報を隠蔽していると言われている。つまり、かつての北米大陸の文明が、地球外生命体と交流があったとすれば、隠蔽の対象になると思うんだ。そっか、すでに上層部の人々は情報を掴んでるけど、その痕跡や研究結果を公表していないということね。北米大陸、謎の多い場所だわ。さて、いかがだったかな？今回の動画では古代に存在したと考えられる、オーバーテクノロジーの数々に触れてきた。日々、私たちの科学は進歩してるし、明らかになっていることも多いはずなのに、未だに何かわからない用途も目的も不明、どうやって作ったかも不明みたいなものが、意外とたくさん存在しているって知れたわ。すでに私たちの文明が手中に収めている技術も、それが古代に存在し得た理由はわからない。やはりそこが今回の謎を解く上で、一番の大きな謎になると思うんだぜ。それを解決するのにある意味都合がいいのが、地球外生命体の存在ではあるんだけど、古代に彼らと交流を持っていたというのも驚きだし、もし宇宙人が実在するんだとしたら、それはそれでちょっと怖くなってくるわよね。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。